はい、こんにちは。夏林です。え今回はですね、こちらの iPhone に関する動画なんですけれども、今ね、この iOS が新しくなって、マスクしてると iPhone が開かないっていう問題が、新しいアップデートでこれが可能になったっていうことなんですよ。で、実際本当にできるのかっていうのをね、えー、実験してみたいんですけれども、まあ、ただ、それができたっていうだけじゃ面白くないので、ちょっとね、今回は3種類のマスクを用意して、このね、マスクを変えて、 やってみてみ開くののかかどうかっていういいもね、えー、やってみたいです。まず開くのかどうかで、えー、マスクを変えたらどうなのか実際にやっていきたいと思いますまず開くことが前提ですね今あ古い iOS なので今閉じましたで開けますうんあやっぱりこの画面になってしまってやっぱり、うん、認知してくれませんね まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、新しくなった iOS でも、このマスク付きの顔を覚え込ませなきゃないみたいなんですけれども、まあその作業も含めて、ちょっとやっていこうかなと思ってました。今ちょうどね、アップデート準備中の感じなんですけれども、iOS15.4、この15.4っていうので新しくマスク付きで、 フェイサー i d ク解除できるって書いてますね。ちなみに、えー、僕がね、いつも使ってるのが、このね、紺色の、これ布タイプのね、これノードグリーンさんからいただいたあマスクなんですけれども、これをね、いつも使ってます。うん。だから、まずはこれを認証させますね。で、これでもし、こちらの一般的に使われるね、不繊伏タイプの、えー、このマスクが、 ななら開くで、まあ、便利なんだけどね。ただ、色も違えば形も違うから、まあ、開かないんじゃないかなっていう、うん、予想は立ちます。まあ、ここだけを見てさ、認証してくれるなら開くかもしれないけど、マスク込みでの顔っていうなると、だいぶね、印象は違いますからね。うん これも登録させましたこのねミフィータイプのやつも使うんですけどこれ色は一緒じゃないですかでもちょっと形が違うぞとこっち登録させてこっちが開くとなるとんそれどうなの <laughs> っていう感じもするけどね、まあ、ここにミフィーのこう柄もついてるしそこでの違いがどう出るのかな試しに実験でやってみましょうではアップデートを待ちたいと思いますはいえーとアップデートが終わりました こんにちはって言ってる <laughs>。最初はパスコードが必要ですね。で、ソフトウェアアップデート完了。画面見づらいかもしれませんが。見て、マスク着用時に何とかって書いてますね。えー、マスク着用時に Face ID を使用する場合は、えー、iPhone はあなたの目の周りの特徴を認識して,して認証を行うことができます。マスク着用時に Face ID を使用する マスク着用時にフェイス ID を使用しない。両方選べるみたいだな。じゃあ、マスク着用時にフェイス ID を使用するに、をタップしましょう。そうすると、あ、この、画面になりました。ちょっと、えっ、ー、と、顔をカメラの枠内に入れてください。え、これはマスクをしながらってことまず顔を、マスクをしながら マスクをした方がいいのかそうだよね。きっとそうだよ。え、とそれとも、マスクしないでそのままやるわ。1回目のフェイス ID が、えー、できました。2回目のフェイス ID のスキャンのときはメガネを外してください。はい。メガネを外す。枠内に出てください。入ってるよ。入ってるよ。入ってるよ。 あれんんんんんなんかよく見ると設定中にマスクを着用する必要ありませんって書いてますねえじゃあさマスクを変えても認証するってことフェイス ID のセットアップじゃあマスクはこのセットアップ時にはマスクする必要ないのかな 一、うん、回,回目スキャン。二回目のスキャンはメガネを外す。これがなんかうまくいかなかったんだけど。あ、来た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 。二回目スキャン完了。え ?Face ID にセットアップ完了したよ。うん。マスク着用時に Face ID で使用する別のメガネ。 <laughs> ちょっと待って。マスクの違いは関係ない。メガネを変えたら、それはメガネを追加しなきゃいけないだしい。どういうことこれ。おい、マスクは関係ねえのかいメガネの方がむしろ重要ってことようこそ iPhone へ。来ましたね。これでもう、もう OK なのほんまかいな。じゃあマスクしますよ。え、マスクよりメガネの方が大事なの ほんとじゃあ、今、ロックします。はい。で、いきます。あ、開いた開いた、開いた。開いてる。あ、普通に開いてる。おい、マジかよ。これができるんならさ、最初からやっとけって話だよな。もう一回、もう一回やってみよう。あ、普通に全然開く。<laughs> めちゃめちゃ。 普通、なんかして、してないぐらいのに、感じで開きますね。まあもちろん、これで開くのは当たり前なんだけど、してない感じで開くね。ちょっと、こう、こう見ようか。あ、ちょっと待って。あ,あ、あ、もう、もう、もう開いてますね。めちゃめちゃ、楽勝。え、じゃあマスク変えてみましょう。え、マスク変えても、 開くっていう理屈だよね、これだとね。はい。やってみます。この不戦譜。いきます。あ,あ、開くね。開きますね。開くね。開く。ほんまえ。え、ちょっと待って。じゃあ、ミッフィーも開くミッフィー。 じゃあまあ開く、開くんだろうね。開くんだろうね。<laughs> なんだ、こういうのはできんならさ、最初からやっとけって。ああ、開きましたね。若干、遅い、遅かったかな。ああね、うんうんうん。開き、開くじゃん。開けないぐらい開きますね。ねこの、期待値。もしかしたらこっちは開くんじゃないか。こっちは開かないんじゃないか。 全然。え、じゃあさ、逆にさ、メガネ変えてみよっか。なんなのよ。こちら。いつもはこれなんですけど、これを、やってみます。メガネ変えてあいちょっと汚いな。<laughs> 全然使ってないからめちゃめちゃ汚い ちょっと実験なのでえメガネ変えたら開かないのこれ開くじゃねえかよ <laughs> どういうことだよこんぐらいの差じゃ分かんねえかじゃあグラサンはこれもちょっとグラサンさすがにこれは開かないかこんなこんなはずじゃなかったなこんなはずじゃなかったなはい わやしいお,おっさん風。開くじゃねえかよ。開くじゃねえかよ。どういうことだよ。あ、全然開くわ。メガネのあの項目何全然開くわ。どういうことだよ。な、なんな,んなのよ。フェイス ID が優秀ってことよくわからん。<laughs> よくわからんち。 こんなにあっけなくマスクは、マスクでね、フェリス ID が開くなら、最初っからやっとけって話。あ、若干、認識。あ、今、メガネしてないか。メガネしてない。あ、でも、まあ、開きましたけどね。開いたけど、いや、でもねー、あ、開くよあっ <laughs> けなく開くよ。 結論、それができねえなら最初からやってください、アップルさん。っていうお話でした。はい。皆さん、アップデートはしましょう、はい。便利です。便利です。便利は便利です。ただ、なんか、思ってたんと違う感じは否めません。はい。そんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。夏バラシでした。バ,バイバイ。